はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとね、お腹をね、まあ、お腹というか少しこう、ひねるようなね、今日はちょっと動作をね、こうしたいと思います。で、例えばですね、後ろにね、なかなか例えばこうしてて、例えば自転車乗ってて後ろにこう向けない、後ろにこう向くのがちょっと困難になってるとか、ちょっと後ろを振り向く時になかなかちょっとこう後ろをこう振り向けないっていう方って結構年配になってくるとね、こう多いと思うんですよ、ね、で今日はですね、少しですね、ちょっとこう後ろを振り向かす、振り向くのがちょっと楽になるね、こう体操をちょっとねお伝えしたいと。でまずですね、何をやるかというとですね、足をこうまっすぐにしていますね。足をまっすぐです。でちょっとね、分からないと思いますんで、まあこうまっすぐしましょうか。で右足をちょっと、立てます。で立てたらですね、この右足をですね、左の足を越えて、はい、こうですね、こんな感じになってます。はい、左の足を越えて立ててみてください。で立てたらですね、ちょっと手をね、まっすぐ、なるべく手をこうですね、まっすぐにしてください。でこのままですね、ゆっくり右の方にぐーっと反らしてみてください。でなるべく右後ろを見るような、または右の手先を見るような、でゆっくり元に戻して、で今度は左の方にぐーっと、はい、行ってみます。でゆっくりこう、でなるべく腰からひねろうとするんじゃなくて、胸のね、このみぞおちあたりからぐーっとこうひねるようなこう意識でちょっとしてみてください。右左でポイントとしてはですね、少しね、年配の方の声を出してみましょうか。息吸って、うーでもあーでもいいので、ちょっと息をね吐くということで、後ろを振り返ってちょっと苦しいとですね、息止めちゃう方いらっしゃるんで、息をですね、息吸って吐きながら、あーでもうーでもいいので声を出しましょうか。あーで息吸ってゆっくり真正面戻して、で左の方にあー、でもしここでできれば吸って吐いて一呼吸で5呼吸保ってみてください。後ろに振り向きながらですね。吸って吐いて1、吸って吐いて2、吸って吐いて3、吸って吐いて4、吸って吐いて5、息吸って。で、あーで戻します。で、ゆっくり戻します。で右足をねゆっくり元へ戻して、今度は逆やってみてください。左の足を立てたら、この右足にゆっくりこうまたぐようにしてこうしています。はい、でこのままですね、手をまた前にして、でまた息をね吐くためにちょっと声を出しますよ。息吸って、でこのまま右の方にあで息吸ってゆっくり戻る。で息吐きながら左の方に。でもしこれがちょっとできるようになって、息吸って元に戻して、息吐いてあー。でここで後ろに振り向きながら吸って吐いて一呼吸、5呼吸保ってみてください。吸って吐いて2呼吸、吸って吐いて3呼吸、吸って吐いて4呼吸、吸って吐いて5呼吸、息吸ってゆっくり戻りましょう。あー、はい、左もね同様にこうゆっくり行って、息吸って吐いて1呼吸、吸って吐いて2呼吸、吸って吐いて3呼吸、吸って吐いて4呼吸、吸って吐いて5呼吸、息吸って、あー、
まれにですね、足がですね、足がしっかり足つけといてみてください。まれにこういうふうになっちゃったりする方いらっしゃる。なるべく足はしっかりつけてみてください。はい、ということで、今日はですね、ちょっとこう後ろに自転車でね、自転車とか乗ってて、ちょっと後ろにこう振り向くの困難な方のちょっとですね、体操をしてみましたので、はい、よかったらやってみてください。ありがとうございます。